心リンクゲームズのベイ君でございます。さあ前回ですね、宿敵サンドドラゴンを倒してですね、まあステラードを救ったわけなんですけども、今度はですね、黄昏を防ぐべく、なんかそれを調査しないといけないので、それをどういう風にやるかっていう話になってました。そしてイベントがこのゾーンにむちゃくちゃあるので、まあいろいろちょっと順番に見ていきましょうか。まずはラウルさんですね。よう、最近頑張ってるようだな。いろいろ使えるようにしといたから、これからもしっかりな。ありがとう。これはストーリーとは関係ないけども、探索装備枠が増えるやつやな。はい、探索装備の枠がお気になりました。これは嬉しいですね。探索装備枠がこのように増えました。これね、今回は、どうやらシャリステラと、シャルロッテ共通で使うんで、なかなか数が減ってきますね。エスカアンドロジーの時は2人でそれぞれ装備できたんで、かなりの数できたんですけども、今回は、2人で1個のものを使います。まあ運命共同体ですからね、この2人は。一緒に住むようなもんやからな。というわけで報告しましょう。もう前回ね、もう相当ねおかしなことなってましたんでね、私はまあ引いた方もいるかもしれませんが、そういう楽しみ方もありますよね。ね、あ、これ開けたくないわ。まあ、とりあえず後でこういうの見ようか。では続いてこっち行きますよ。おい、こっちがストーリーかな。じゃあボリ、あ、なんか美味しそうなの食べてる。ねえねえ、そのお菓子ってどこで売ってるの？これですか？これは売り物ではありませんよ。私が作ったものです。そうなん、ソウルさんはお菓子作りめっちゃ得意っす。作った？すごい、こんな美味しそうなの作れるんだ。あげませんよ。チッケチ。でもすごいな、簡単じゃないよこれは。お仕事でいつも忙しそうなのにこんなこともできるなんて驚きです。まあ私の場合は仕事のストレス発散の手段でもあるので問題ありません。なるほど。材料をきっちり測り、決められた順番に混ぜ合わせ、そしてオーブンの中で徐々に膨らんでいく焼き菓子を見つめる。それが私の至福のひとときなんですよ。カメラカメラ。聞いてるだけで大変そう。まあ何を好むかは人それぞれですから、別にあなたにお菓子を作らせようとしてるわけではないので安心してください。いや、なんか依頼でお菓子作るあったで、ソウルがなあ。それにしてもこれだけ上手になるってことは、それだけストレスがいっぱいだったってことだね。仕事をしていればいつでもストレスとの戦いですから。そっか、私あんまりそういうストレスって感じたことないかも。それはまだ責任のある仕事を任されていないだけなのでは。今私ソウルさんの言葉でストレス感じましたよ。そうでしたか。しかし私も実は今ストレスを受けているのですよ。例えば静かにお菓子を食べていたかったとか。お邪魔してすみませんでした。平和やな。都会の人って物事をはっきり言うのね。ちゃうで、ソウルさんだけやで、安心して。それとも、ソウルさんが特別なだけかしら。そう、こいつだけや。こいつ親父にはめっちゃ弱かったくせにな。まったくよ。よし、じゃあついでにホームちゃんのイベントも見ましょうか。おいほい、どうなん調子は。よう、お前たちか。ホムラさん、こんにちは。今日はなんとも暇だ。暇なんや。え、どうして？平和ボケっていうやつだ。まあそうやな。俺にも新たな冒険が必要な頃合いなんだろう。どっか行くとかやめてや。ホムラは危険に挑みすぎですよ。ソウルは心配性だからな。言っておきますが、私はもう儀式以外でホムラのお葬式には立ち会いたくないですからね。ん？どういうことどういうことこれ。私は儀式以外でホムラのお葬式には立ち会いたくないですからね。俺がそう何度もヘマをするわけないだろ。あ、この子もしかしてあれかな、一作目、黄昏シリーズの一作目にも出てたのかな。一作目やってないんですよね、私は。お葬式ですか？はいはい。ああ、こちらの話です。そっちの話か。まあソウル、
そうもったいぶらなくてもいいぞ。教えてくれた。お前ら今日は暇だから俺の冒険のことを話してやろう。え、本当ですか？ある時、北の寒い土地へ行った時のことだ。はいはい。どうなるんだろう。そこで俺はブレーカーに鋭い一撃を。うん。うんうん。それでそれで？そこで俺たちは貴重な前時代の動力源を見つけたんだが。うん。ソウルの報酬は。それはそれは渋かった。ソウルさんも案外きついんだね。その時は私もまだ動かせる金額が低かったんです。動かせる金額。でも報酬がもらえたのならいいじゃないですか。いや、俺にとっては論外の金額だ。俺はソウルに詰め寄った。すると。はい。それで武器を買いなさい。というので真似したな今ソウルの。俺は菓子パンを買いまくった。せっかくのソウルさんの気遣いは。何の話してんの君ら。ホムホムらしいな。笑い事じゃないぞ。休む間もなく向かった次の冒険だが。はい。うんうん。巨大な狼を倒し、そこで手に入れた希少な素材を。はい。ああ、あれは非常に助かりましたよ。報酬も相場感は守ったはずです。相場感だが、ソウルはこれで防具を真似た。またやっぱり怪我をしないためにも大事ですよね。俺はケーキを買い占めた。そこで俺はデザート食い放題に。どっちかって言うとホムホムのスイーツ獲得機になってない？うん、悪いけど私もそう思った。なんだと。甘いものはあらゆるお宝に勝る万物の母だぞ。母まで言った。そんなわけでホムラへの報酬はお菓子と現金の2本立てにさせていただくことにしたのです。なるほど。だからソウルは荒くれハンターに向かって過保護すぎだぞ。過保護すぎだぞ。おかげでちゃんと装備を揃えて怪我をすることも減ったでしょ。まあそういうことはあるかもしれない。やっぱり二人はいいコンビですね。じゃあいちゃやったな。なんだか羨ましいよ。付き合ってんのかな。じゃあやっぱりねえ、まあ、そういう考えに至るしかないよな。普通の人はセーブしたいからアトリエ行きます。アトリエのイベント見ましょう。これでよしと。ちょっと一息つこうかな。うん。ジーヤもコルテス兄様も出かけてるし、うんうんうん、話し相手がいないと退屈ね。ってことは、うん、おっと、誰かに会いに行こうかな。どっちも捨てがたいな。何このイベント。やっぱ俺はこっち、うん、見る側だってね。ユリエさんとのカップリングやから、やっぱシャリーとのカップリングか。シャリーさんに会いに行こうかな、うん、そうしよう。でもこの間喧嘩したなんかあった言って。あーもうなんなんこのゲーム。デートおはよう、シャリーちゃん。ギャルか。シャリーさんこんにちは。今日さ、うちで母さんがね。うん。あ、ミルカさん。え、ミルカ？どういうことこれ。これ過去話なんかようわからへんねんけど。ないないない。嫉妬か？あんなことがあったからな。どうしよう。何を悩んでるんだシャリー。うん、何嫉妬されたんかやっぱり。あ、コルテス兄様。それはそれでありやな。あのね、三角関係か、いいがな。めっちゃ美味しいがな。いるコルテス、このイベントに。兄様、どうしたらいいと思う？わからないな、こんなやつに。それは最初から3人で会えばいいだけじゃないか。いや、2人きりになりたいね、シャリーはよ。シャリステラは、ほんま、わかるよ、そんなこと。でも、それだと、
どっちから先に声をかければいいのかな。うん、悩んじゃう。気使ってんな。考え事かと思ったらそんなことか。いいから、行くならさっさと会いに行ってこい。うん、告白してこい。告白はもうしたか。はーい。はーい。そこでしょうね。そこおるしょ、な。なあ、びっくりした、俺。で、なんもイベントないんかいな。今の装備させて、パイルバンカーみたいなやつ。これか。やっと強なるやめちゃ。これはありがたいな。デートしに行こうや。やってるぞ。おー、あ、倒す時の、戦術まあ、いいや。とりあえずちょっとセーブ。予告していたセーブをしておきましょう。OK。念願のセーブも終わったことなんで、イベント見ていきましょうか。うん。さすがにサンドドラゴン倒した後だったから、セーブしたかったよな。では、うん。あ、ミルカの後で行きましょう。これがさっきのと点、流れ、関係のあるイベントなら嬉しいが、どうだ？オッケーオッケー、やん。ええで？ミルカさん、こんにちは。どうする？嫉妬してたらめっちゃ。いらっしゃい。椅子、そこ。どっちかわからん。ありがとう。これ、お土産。うんうん。手作りのお菓子。絵付けできたか。何がいいかわからなくて。不揃いな形と大きさ。でもそれがとても優しい。優しい。一緒にお茶の時間にしてくつろぎたくなる味。ありがとう。ええ子やな、ミルカも。よかった、喜んでもらえて。うんうんうん。これでシャルロッテとの恋も許してくれるかな。どうなんやろう。ミルカさんといると、おいおいおい、して和むな。シャリステナちゃん浮気は良くないんちゃうか。お仕事邪魔しちゃいました。平気、ちょうど飽きてきたから。シャリーが来なかったら逃げ出してるとこ。シャリーはいつも逃げ出す前に来てくれるからちょうどいい。うんうんうん、ならよかった、うん、あれ、ミルカちゃんも実はシャリステラ派。私が来るとミルカさんの気晴らしになるなら。なんやなんや、嬉しいな。複雑な関係なってきたな。ねえ、どう思います、皆さん。これはどういう、おっと、船のアトリエでもミルカちゃんか。なんやなんや、ようわからんくなってきたぞ俺は。ねえ、どうなん、その辺は。いらっしゃい。うん。あ、分解久々にしてみましょうか、なんとなくやけど。ねえ、何やったかな。なんかこう、レアアイテム的なない？レアアイテム的な。個数。ないか。フロージ、あ、これフルボケた宝子。これいってみよう、なんとなくやけど。OK、一個やってみようか。はいはい。全然大丈夫ね。できたわ言うてる場合ちゃうでお前。なあ、よし、じゃあこのまま、じゃあミルカのイベントを見ますか。 OK、 いいね。いいか、私の村は小さくて、うん、あんまり同世代の女の子がいなかったの。俺はシャリシャリ派やからな、言うてもカップリングは。だからここに来ていろんな人と知り合えたのがとっても嬉しくって、うん、ミルカさんとも仲良くしてもらえたら嬉しいな。付き合って面白い性格じゃないと思うけど。付き合う前提か。そんなことないよ、ミルカさんとお話しするのとっても楽しいもの。うん、そんなこと初めて言われた。そう？なら当たり前すぎてみんな言わないだけじゃないかな。照れちゃった、かわいい。そういえばこの間試した調合がうまくいかなかったんだけど。うんうん、見てもらってもいい？仲良しやぞ、えらい。ここの分量がおかしい。今試してみる。ちょうど材料も揃ってるから見ててあげる。うんうん、本当に？じゃあお言葉に甘えちゃおうかな。見られてると思うとちょっと緊張するかな。おい、シャリステラ、なんだかシ
ャルロってがいるやろ、お前には。いつも一人でやってばかりだから、誰かが隣にいるの楽しいかも。やばい、仲良すぎる。うん、私も同じ。今の右手何よ。うん、うなずいとったけど。シャロってどう思う、今のな見て。セリフ変えようや。なあ、これもう一回、じゃあ部屋でイベントないかな、なんかそんな感じしたけど。うん、せやね。じゃあ船のアトリエでイベント見ましょう。これストーリーに関係ある方かな。というわけでしたな。はいはい。過去にはさまざまな錬金術が使われていたと聞いております。その様子は稀に発掘される遺物からも伺えるそうですぞ。うん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 。何を言っている？私なんかの想像も及ばないような錬金術があったんでしょうね。いきなり真面目な話になってもうたな。それに失われた技術の中には村を助けられるほどの力を持つものもあったかもしれない。はい。なんとかしてもっと情報を集めなきゃ。OK。 情報を集めようって感じやな。 OKOK、 いいよいいよ、やろうやろう、その辺のことは。これでも要するに点なってるから、今回はストーリーはまあ終わりなのかな、ですよね。5章はじゃあ次の6章に行くためのまあイベントを見ていこうっていう感じかな。了解です。では次回やな。ちょっとイベント続きになりますけども、多分次回もいろいろイベント、この辺のね、キャラクターイベント見たいんで、キャラクターのイベントも、見ていきつつ進めていきます。では今回はこの辺でありがとうございました。ではまた次回。ほら、なイベントあるやん。ほんでな、この辺りは昔海だったんですよね。ええよ。うん、そうね、おかしいわ。うんうん、どうした、ビルベル。